13区の高台から吹き下ろす風さらさらと運ぶ。はい、今日もラジオお疲れ様でした。お疲れ様でした。乾杯。行ってきます。早速飲んでいただきましょう。金枕の終わりましたね。今日の一日のお仕事が終わりましたね。一日ありがとうございました。一五万人で今日はね、ちょっと一風変わったメッセージがたくさん出て、あのね、たくさん歌いましたね。いやでも本当ね、なんかいっぱいメッセージねもらえて、うん、嬉しかったね。うん、ね、素敵なメッセージがねいっぱい。嬉しいことにさ、ほら全部読むって決めてるからさ、一体番組が今日1時間15分過ぎたね。なかなかね。今からスタートして、これはどうしていったらいいんだろうね、この先。ありがたいけど、どこまで伸ばしていいのかな。なんかね、集中力とかもあるじゃない。皆様の。ね。ね。確かに。でもなんかユーチューバーさんなんかさ、結構生放送でまあ3時間も4時間もやってるよね。あ、だからライブ配信ね、最後まで見てもらうっていうのじゃなくて、うん、もうなんかまあ離席したり入ってきたり、うん、好きなところね、途中から見てみたりとかいうスタンスだったらもうひたすら読み続けてもいいのかもしれないなかなかね、そう、まあ、楽しいけどね、うん、そういうラジオの DJ さんみたいなのやりたかったことだからさ、それを自分でできるっていうね、それじゃないよ、はいはい、そう、なんかちょっとでもなんかみんなのことが心配になるっていうかね、メッセージの中でさ大丈夫かなって思う内容も結構あったじゃん。そうですね、うん、思い詰めてないかなとかさ、本当大変なんだなみたいな、うん、まあ、いわゆるそのライブが一時の癒しになったっていう感じのニュアンスの言葉だったじゃん。そう、だから、ね、それは一時的な、もしかしたら薬にしかならないかもしれないからさ、なんかみんな頑張ってほしいなって自分もだけどね、頑張ってほしいなって思うよ。お互いね、頑張ろうということで。これ何、ホッピー、ホッピーで久しぶりにホッピーを見たんで、ちょっとお頼みしてしまいました。私もこのトマトジュースとチェイサー一風変わったね組み合わせで、トマトジュースもなかなか飲まないで、ノンアルコールなんかね、たまに、うん、飲みたくなる、たまにトマトジュース、そうそうそう、うん、ところで今日はどこで撮ってるんですか。これこれですか、うん、エコダ、そういえば東長崎とエコダの間かな、千川通りからちょっと下に入った、あ、赤日さん、赤日、赤日、どういう意味だったかな、赤日ってハワイ語で自由だったかな、へえ、なんだっけね、忘れちゃったな、本当だ、赤日さん、どっかに書いてあったからちょっと待ってて、すぐ帰ってくる、うん、5秒ぐらいいなくなる、高校生ぐらいの時だ、ただいま、なんつったっけ、自由って言ったっけ、そんなような感じ、なんかハワイ語でみたいな、うん、全然違ったわ初めてとか全然違ったね、西みたいな意味らしい、ハワイ語の赤日が、へえ。そうなんです、はい、まあ、お知り合いの ね、お店にね、今日はね、はい、そう、今日はね、だからライブの終わった、ライブじゃないよね、うん、ラジオの終わった後の食事も兼ねて、ここどうですかっていう、ね、素敵なね、とこで手作り感満載のすごいよね、うん、だから実際手作り感とか手作りだよね、うん、これ一個一個、これ枝豆とか食べていいですか、俺、どうぞどうぞ、ね、うん、いや、いろいろあったじゃん、今年はもう、まだあるけどね、いろんな人にとってね、今年はね、大変な年でしたよ。来てるじゃない？もう思えば、あと1ヶ月ちょっと。そうだよ、ね、うん。なんか守りに入ってるわけじゃないけど、何事もなく終わってほしいね。確かにね。あと1ヶ月半、うん。これさ、枝豆ってどっちから食べるのが正しいよ、そもそも。なんか半分仕事だと思うけどね。トータル中。こう？逆？こっち？なんかいつもこう取って取れなくってこうしてなんか、まあ、うん、どっちってのはないのかな。丸みを見てる方が上なのかな。取れたよ。
最近はあれ何作ってるんですか、事務所で。何を事務所で料理は何を作ってるんですか。料理それ聞いちゃう、うん、聞いちゃ う。でもなんか最近ツイッターにあげたよね。あれツイッターだったけど、パスタだ、違った、鍋だから楽ちんね、楽ちんだ、その乗せようがないっていうか、そう、多分久しぶりにパスタ作ったんだよ、だから乗せようかなみたいな感じ。いつも鍋ね、で ね、美味しい野菜が届いてからね、そうそうそう、しょうがないね。本当にね、うん、嬉しくなるよね。ああいう美味しい野菜を食べる、うん、ね。いや、この間ほら、亀寿司でね、包丁にしてもらったけどさ、ね、ね、料理が届いてますけど、そう、置いてもらえますか？すごいね。すごいね。すいません。ありがとうございます。めちゃめちゃおしゃれじゃないですか。これも映ってるんですか。そうです、こうした方がいい。でもダメってことはない。なるほど、なるほどね。まあ、強いと思う。はいはいはい、まあ、一瞬見せておく。見えてる見えてる、ね、すごいすごい。枝豆もいただいてるんですよ。ありがとうございます。はい。はやとブリの炒め物と、はい、野菜、野菜、はい、これかブリ、はい、赤カブ、あ、赤カブ、これ赤カブね、赤カブですよ。これセナギも？ってウリですよ、これが。はい、セナギもだね。これ白ナスだそうですか。これ白ナス、へえ。こっちが白ナスですね。と赤カブ。すごい。でね、今日はあの、はい、共産のね、はい、白菜で、おー、はい、おー、これからじゃ出てくるんです ね。じゃあ今話したらね、うん、美味しい食材の白菜がここでも使われていると。白菜大魔王の白菜現れるわけですよ。あ、それが白菜大魔王なのか。これ2種類ってことそれ2種類ってことね。うん、そういうことね。すごいね、すごいよ。これでご飯あったら全然食べれるね。うん、ね、すごい、もうこれで食材の種類だけで 1,2,3,4,5,6 ですもん。いただいて、はい、じゃ食レポ、食レポお願いしますね。じゃあ食レポはできますか。食レポはできます。ちょっと外させていただきます。膝の下の中にじゃあいただきます。ウリから。めっちゃ美味しい。分かった？すごいね、野菜たくさん。野菜いっぱい。前も今日2回目の白いからもう。へえ。さあ、で最後前は豚丼をいただいたんですよ。うん、メインで豚丼をいただいたんですけど。うん、美味しい。来月のラジオね、どうしようね。なんか一応今年の締めくくりだからさ、経験してるとか、なんかちょっとね、締めくくりたい。あ、こんばんは。ワンちゃんが、ワンちゃん。何？ここにあるんですか？おお。草地だよ。草地だよ。草地だよ。なんか草地は座れるっていう。そう。リクエスト。うんうん、生歌とかやります。あ、まあ、歌は増やしたいっすよ。ミュージシャンらしくちょっと増やしたいですね、うん、今日1曲だったけど、まあ、ハッピーバースデーで4曲歌ってんだけど。あの、なんだっけ、谷秀ソング、うん、ベストなんとかあるんだっけ。そうだね、19日にやるじゃん。ダメだよ、ネタバレ。あ、それダメか。じゃあ、あ、谷秀ソング本人が選ぶ、本人が選ぶベスト、ベスト3みたいな。そっか、今年のね、歌ってきて、うん、自分のお気に入りソングベスト10もで、なんかちょっとエピソードを添えて、そうだ、ね、話しつつ、確かにそれもいいかも、うん、あとね、一応20何位まであるから曲、うん、だから20位から11位とか。あ、なるほどね。まあ、その19日につながるように、うん、そして来週は10位から遊びに来てるみたいな、遊びに来てみたいな感じで聞いてる。そういう風にね。でも1時間で収まるかな。1時間で収まるかな。結構10位から11位で5曲ぐらいにして、ワンコマ出すぐらいとか、あとはもういただいたメッセージを読んでいく。そうしましょう。いただきますか。そうしましょう。じゃあ持ってきて、ご飯。
ご飯はどこでも連れてますか。まだまだ来ますよ。7品目。早く食べないと動けない。まあそんなコーナーで後で食事を楽しみますか。まだ返事しますけどか。受け取っていただいて、うんね、ラジオご覧の皆様ありがとうございました。だから、ね、今日はあの11月14日いちごマリネの日でした。ということで、その終わった後で、ね、みんなでご飯に来ています。来月のちょっといちごマリネの方向性も決まったんで、楽しみにしてもらえればと思います。はい、じゃあ私たち食事いただきますので、おやすみなさい。おやすみじゃない。お疲れ様でした。バイバイ。